通船さんは、江戸時代の下界、花岡聖衆が開発した、全身麻酔薬である。別称で浅荷江さんとも称す。弟子の本間現聴の記録によると、通船さんの配合は、マンダラカ8分、ソウウズ2分、ビアクシ2分、陶器2分、戦球2部であったこれらを細かく砕き、煎じて、カスを除いたものを煮詰め、温かいうちに飲むと、2から4時間で効果が現れた。 しかし、やや毒性は高かったらしく、扱いは難しかったという。薬理作用として、マンダラカの主に歯に含まれるアトロピンは、アセチルコリン受容体を阻害し、トリカブトに含まれるアコニチンは、アセチルコリンを有利する作用がある。この喫抗作用で薬効をコントロールしたものと、考えられる。しかしアトロピンは、致死量 100mg 以上、アコニチンは、 死料は 18mg 程度のいずれも強力な毒薬であり、取り扱いは非常に危険が伴う。花岡が通船産を秘伝としたのも、その危険性を認識しての上のことだと思われる。花岡は通船産の調合を行い、臨床実験によって、妻の会が失明したにもかかわらずやり遂げ、全身麻酔の実用に供した。また、属近カタログによると、この他にも、 花岡は小外科用の手術に通戦産の処方を応用した美術ンを開発している。こうした花岡の実績は1954年に国際外科学会で報告された。また人類の福祉と世界外科医学に貢献した医師を称える国際外科学会の栄誉館で展示されている。花岡は 漢方を主体とする江戸時代の古法派の流れを組み、後に西洋の乱学に進んだ漢蘭折衷派と称される。古の漢方医学を尊重するとの古法派の概念に基づき、五感末期の維持、肩が用いたとされるアサニエさんにちなんで、同じ名称のアサニエさんと別称されていた。あなたの配合について実態が不明であったことから、 花田の通線産を再配合することは不可能であった。また、主要となるマンダラカの薬用部位について、当時の南蛮、黄毛流と中国漢方では異なっていた。花岡が配合した通り線産の現物は残されていないが、門人の中川治虫帝が変した俗金カタログクによれば、青州が使用したマンダラカの薬用部位は南蛮、黄毛流であったとされる。また、 まんダラカについては、花岡に先んじて、観覧折衷派の花井先祖、大西春信が京都で配合していたとの説があり、後に、青春に伝わって使用したものとも考えられている。ありがとうございます。